はい。皆さん、こんにちは。最近ですね、メディアからいくつか取材を受けたんですけども、その中で、まあ、やっと君たちも気がついたね、というところがございまして、今、東京のですね、城南エリアにはですね、新築マンションの完成在庫が異様に多いんです。城南3区と申しますのは、世田谷、目黒、品川、まあですね。まあこれに大田区も入れちゃっていいかと思いますけども。まあ城南4区ですか。目黒、品川、世田谷、大田ですね。まあ大田区だけちょっと毛色違うんですけども。まあこのエリアに新築マンションで建物ができたのにまだ販売が続いてるというような物件が異様に多いです。これ実は最近のことではなくてですね、2016年頃から目立ち始めています。一時ですね、世田谷なんか、売ってる物件、販売中物件の半分以上、6割ぐらいが完成在庫であった時期もあります。で、今ちょっと収まりました。なんで収まってるかと言いますと、デベロッパーが怖がってですね、世田谷で、開発できなくなったという結果じゃないかなと思っています。なんで怖がってできなくなったかっていうと、土地の仕入れ値が高いもんですから、販売価格にすると、なんか400万超えちゃうんですね。で、400万超えると途端に売れなくなります。世田谷でも。450とか500の物件出てますけども、まあ、世田谷の人たちにとって何じゃそれという値段なんですね。で、途端にそれ売れなくなります。でもこれも理由がはっきりしまして高いからなんですよ。で、城南3区、城南4区でマンションを買う人っていうのは、ほぼ自分が住むため。なんですね。実需と私言ったんですけど、実需要ですね。そのためにしか買わない。ところが、山手線の内側に入ってきて、港区とかのマンションだと、その、値上がり期待で買う人がかなりの 比率いるんですね。特にタワーマンションとかは、これ買っときゃ値上がりするんじゃないのって言って、1億2000万ぐらいで買った物件を、建物ができたからって、1億5000万ぐらいで売り出した人があるんですね。で、そういうのがもういっぱい今溜まってまして、まあ困った状態になってるんですけども、世田谷あたりだともう自分が住むためにしか買わない。ほんの一部の物件を除きますよ。それ以外は自分が住むためにしか買わないわけであって、で、住むために買う人っていうのは一般人ですから、その2016年とかからこっち、あるいはもうリーマンショックからこっちでもいいんですけど、全然自分の所得上がってないんですね。むしろその、社会保険料とか上がりましたから、実収入といいますか、可処分所得、使えるお金って上がってないわけであって。なのにマンションの価格だけ上がっても買えるわけないじゃんということですね。だから、まあ今でも、品川も目黒も、もう完成在庫いっぱいありますね。特に目黒なんか、住友不動産が、山手通り沿いですか？山手通り沿いでガンガン買いましたから、買ったというか、事業をしてますんで、軒並み完成在庫になっていますね。でも、このあたりって法則がございまして、もう坪単価400万なんですよ。それまでだったら、まあまあなんとか売れるんですけども、400万を超えると、もう一途端に動きが鈍くなって、売れなくなるという、まあ非常に単純な現象が起きていますよ、というお話でございます。まあ、これ皆さん、そういう目で見られるとね、よくお分かりになると思います。はい、どうもありがとうございました。